私長らくね報道の世界に行って、その後ね大学に長らくまた身を置いて、伺っています。常にそういうね、大衆といいましょうか、そういう人たちが今何を求めてるのかっていうことを気にしながら、考えながら、配慮しながらね、やっぱり私たちは物言わなきゃいけないという立場にいましてね、やっぱり一番痛切に感じるのは、極端な例ですけれども、北朝鮮をはじめ中国のような、ああいうね一党支配であるとか独裁国家に近いね体制っていうのは、そうも私は続かないというふうに思うんですね。結局振り返ってみると、旧ソ連のね社会主義っていうのは70年続いたんですけれどもね、70年ですね。壮大な社会実験だと思そううんでですすね。だけね。ど結局先ほどもちょっと触れたように、20年前に社会規範というものがね、やっぱり社会主義じゃダメよと、資本主義じゃなきゃダメなんだという、そっちの方がより正しいんだという回答を出したわけですね。中国なんかも一党支配でね、それに近い歴史を踏んできて、で今幸いなるかなね、高度経済成長の渦中にありますよありね。ますね、主役になってますね。高度経済成長が、日本もそうだったんですけれども、戦後世界の奇跡と言われたね高度成長過程で、いろんな社会問題、社会の軋轢っていうものをね、経済成長のおかげで解決してしまってきたっていう部分たくさんあるんですよね。なるほど。それと同じように中国もそれがあるんだろうなと思うんですね。しかしその過程で中国の一党支配ゆえにね、格差がさらに広がっそうていでるすという問ね、題そね。うです私はね。とりわけ沿海部と内陸部のね経済格差、その沿海部でも一部の恵まれたね豊かな層と、それにありつけないで苦労されてる貧しい方々のその拡大、二重に格差拡大、あれが爆発しなければいいなと私は思ってるんですね。しかし世界経済を見ると、やはり中国をはじめとした新興国は、ぜひ、彼らのねやっぱりエネルギーで成長できるものはどんどんしていってもらう必要あるでしょうね。今申し上げたように、何たってやっぱり経済的に貧困だ、困窮してるっていうのが一番の社会的な問題だと思いますよ。そうですね。ですから、多少のね軋轢があっても、経済成長がそこそこいってる国はそれで随分ね、暴動が起きないように抑えることもできてる部そうで分がすたくね。さんあるわけですよ。こうとして考えると、満足していないフラストレーションがマそうグなんマでのす。中にそうあっなんでて、す。それが、いつ爆発するかっていう、個としうん。て、粒として、そうでミニす。マムで考えると、そこから始まってるってそう言っでてもす過言ね。はないでしょうね。北アフリカのね、チュニジア、その他ね、周辺に広がる恐れが出てきているね。あれだってみんな、国民大衆の不満というのはやっぱり失業ですよね。仕事したいのにありつけない。あそうるで意す味すごね。く健全なマグマが溜まってるわけですよ。そうですね。ただその、フラストレーションというか、そのなかなか思うようにいかない部分をどこにぶつけるかっていう、その道筋がですね、間違ったその、情報型の中でこう引っ張り出すと、意味もなくというか、その辺をうまくこう、これから、先ほどおっしゃられましたけれども、まだインフラが整備してない、そう心のそうインフラがそう整備してないまんそうまそうに、そ情報だけが錯綜してるわけですう、ね。そで、のそれ通りで教す育ね。ももちろん、もうそれは最大のインフラですよ、教そうで育っすね、ていう教の育がが。最大のインフラだと思うんですが、そそこの部う分がやっぱりまだ立ち入ってない国に往々にして起きやすいんですかね。そう運ぶでだけす、がおっしゃこう、る通りです。
エクスパンドしているわけですか。まあ、アメリカをね、はい、筆頭にそうしたヨーロッパにしろ、はい、EU にしろ日本にしろね、はい、そういう先進国社会っていうのはなんだかんだ言いながらもね、はい、相当のインフラが整備されていて、はいはい、とりわけ教育水準が高い、そういうところに、いわゆるネット社会がね、はい、出現したわけですね、うんうん、そうすると、そうなんですね、そのネットを通して溢れ出てくるその情報、それに、ね、それこそ心眼の、ね、判断もつくくらいの、うん、教養も知識もあるような層が多いわけですね、うん、はい、そういう意味で、私はまあ、平たくね、免疫があるという言い方をするんですよ、うん、はいはいはい、いわゆる情報リテラシーがある、ね、ところが失礼ながら北アフリカの、ね、ような今回のような現象、あるいはかつての党にしてもそうだったと思うんですが、そういう免疫ができてない層が多いと思います、うんうんうん、そういうところへいきなりね、そういう先端的なネットというね、文明が手に入るようになって、はいはい、それでそこで、リテラシーもない人たちが、うん、集団行動を取るようになるというね、はい、もう火を見るより明らかだったと思いますよ。失業という問題というのは、うん、国の中にそのある意味経済的な活性が生まれない、うん、要するに企業が育たないっていうことになってくると、うん、当然あの失業者も出てくるっていう、それだけじゃないとは思いますが、うん、そうなってくるとちょっとじゃあ一方日本を考えてみるとどうだろうと、うん、不況不況と言いながらもやっぱりとても豊かっていうところはあるんですが、うん、そうですね、その、自分の満足度のハードルがどこにあるかによってもだとも思うんですけれども、うんうん、ちょっと私の持論で言うと、そのやはりその島谷さんがまあ、その日系時代なんかの場合には、うん、地方がもっと活発だったと思うんですよ。そうですね、それはその先ほどの、うん、まあ、グローバリゼーションっていうことを引き合いに出すと、うん、まあ、ある意味その自由化したりとかいろんな情報が入ってきた中に、うん、じゃあその格差を利用しようみたいな、うん、そのステージがドメスティックじゃなくて、うんうん、グローバルになった時に、うん、あ、じゃあ、うん、まあ、諸外国の安い賃金のところに企業持ってっちゃおうとか、うんうん、割かしもう無茶ぶりな言い方かもしれませんが、うん、そういうことが例えば失業者を生むっていう現象につながっているというならば、うんうんうん、ある意味社会的な、まあ、世界的な問題を見ても、うん、その辺を何かその一つ良心的なというか温故知新を考えてみれば、うんうん、一郎さんがこうなんだそれはって言ってくれたようなああいうこうなんて牧歌的なというか、うんうん、何か数字に走りすぎていくと暴動もその満足のハードルが上がってしまうと、社会的に見ればそうですよね。今まで知らなければこれで満足だったものが、うん、情報がいっぱい入ってきて、そうそう、あ、俺たちはもしかしたらもっと満足を求めていいんじゃないかみたいな、うんうんうん、じゃあその原因は何だろうという矛先に何かそれをネットのその、なんていうんですかね、ソーシャルネットワークでこれだっていうところに走ったとしたならば非常に危険なような気がして、根本何を直さなきゃいけないかっていうのは、まあ、私は心だと思っていてっていうところでお会いしたわけで、ここにその経済産業省の、まあ、こういう講師がありるんですよね、うん、の外郭団体、ね、外郭団体 で、そこに今その島谷様が一生懸命なさっている財団法人の地球環境財団というところの活動が、はい、うん、2回にわたって、これが1回目でしたね、今年の12月まで12回にわたってこの、はい、21世紀の新潮流ということで、はい、12回連載してくださいと依頼されましてね、はい、で内容は私にお任せしますということで、うんうん、私はそれであれば今私がね申し上げたいことは、うん、エコからエシカルへというね、エシカルライフの進めというテーマで書かせてくださいって、あ、いいですよどうぞということで書いたものがこれなんですよ。本当先取りですよね。
だってやっぱりエコというのは一時期そのじゃあエコは何だろうというと世界的にまあ温暖化をまあストップしようとか、まあ、いろんなことから足元から見ようという活動が本当に非常に多くなってた頃なんですよね。むしろメインと言っていい。そうでしょうね。京都議定もそうですし、COP もそうでしたけれども、そこで今度のその先ほど話してたようなことをもうそれが大事なんだよと。エシカっていうことだったんですよね。